はすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見てもいたって普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。私の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、正体は何だったんだよ。おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカー社の音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それとも今のメッセージから聞こえたのか。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカー社端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？記憶にある限り、一日の終わりにはいつもアーカー社の音が鳴っていた。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの、まさかあの空間こそが現実。でも現実空間があのように消えてしまってはまずいのではないだろうか。いや違う、もう少し考えないと。いや違う、もう少し考えないと。毎日オイラたちがピーって音を聞いた後、すぐに2日目になってたよな。あれってオイラたちのいた空間が消えたってことのかも。その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。毎日新しい空間がたくさん現れてるのか。なんか混乱してきたぞ。そのたくさんある空間って一体何なんだよ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。え、どこ行くんだよ。一人で冷静に考えたいのか。
かった。じゃあオイラも邪魔はしないぜ。家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。そのドニアガード、一人で行ってくれないか。オイラたちまだやることがあるんだ。そう、分かったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか。もうだいぶ時間が経ってるけど。おお、やったな。早く教えてくれ。いや、やっぱりナヒーダのところで話そうぜ。今度こそ真実を掴んでやる。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探査の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実についてはもう見つかったかし。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。全ての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そう、シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点は、どれも人の気配がないということ。私たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカー社に奪われただけだった。スメール人は、ただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、本当はアーカー社が知らないうちにその夢を盗んでたんじゃないか。あれら無人の空間は全部主をなくした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間はあんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまりスメール人も本当は夢を見ることができる。そしてオイラたちは今、実際に夢を見てるんだ。正解よ。それで、あなたはどうしてアーカー社にそれができると見抜いたの？知恵の神の力が具現化した姿なの。アーカー社は神の心によって稼働していて、すべての民の英知を束ね。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も送信によるものなんだろ。だったらアーカー社にも夢を操る能力があるはずだ。でも人々の夢を奪うことがアーカー社のすべての民の英知を束ねる方法なのか。このことはどう説明したらいいんだろう。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに人間の脳が最も活性化するのは夢を見るときなの。言い換えれば
夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。みんなが夢を見ないのは逆に神の祝福だって。やっぱり意図的に人々を騙してたのか。教令院の賢者たちはそうやってアーカシアを通して人々の夢を使った。そうなんだろ。あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今行われている輪廻はどう説明するの。目の前で空間が止めどなく消えていき、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。あれらの無境は止めどなく消え続け、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。え、アーカー社は人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカー社によって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた別の過信探実の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカー社によって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカー社は夢の収集機ってことか。その通り。比喩を善用することはいい習慣よ、パイモン。ってことはオイラたちが聞いたピーっていうアーカー社の音って現実のアーカー社端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカー社端末を外しても無駄だったんだな。さて最後の質問よ。私は誰でしょう。錬金占いは神の啓示だと言っていたけど、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。とにかく
あなたたちに謎解きをさせてしまったことについては申し訳なく思っているわ。そうね。どうして私が誕生したヒオをモデルにしたのかしら。ただの偶然？ナヒーダも理由を知らなかったのか？なんだか妙だな。教霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら、私は知らないわ。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そう、いや違う。もう少し考えないと。大賢者は、せいぜい神の生誕を祝うがいい、と言っていたけど、このこと。神の生誕を祝う？まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。教霊院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。家臣探査の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。教霊院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか？何せ、私はただの月だから。本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽。今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。